国際空港はニュージーランドオークランド市中心部から南へ約 20km の郊外マンゲレ地区に位置する国際空港である。1966年1月29日に開港した。空港用地には1928年設立の航空学校オークランドエアロクラブが存在したが、この学校はアドモア空港へ移転した。 一本の滑走路で1時間あたり45機の離着陸処理ができるニュージーランド最大の空港であり、ニュージーランド航空のハブ空港である。世界各国と直行便が就航し、海外から年間1100万人以上の旅客が利用する。ニュージーランドを訪れる外国人の約7割がオークランド空港に到着する。 1998年に民間企業の運営する空港となった。運営会社はニュージーランド証券取引所とオーストラリア証券取引所に上場しており、S&P、NZX50 に採用されている。2019年9月11日に5年間の国際線ターミナル改修工事が完了した。新ターミナルには広々とした座席エリアがあり、最新のバスルームや、 充電設備、飲食店14店舗、リテール32店舗がオープンし旅客に好評となった。特徴としては、国際線ターミナルと国内線ターミナルが独立していることである。内部通路もないので乗り継ぎなどで両者を行き来する、場合には建物を出て連絡バスを利用するか、あるいは10分ほど、野外の歩道に沿って歩く必要がある。 2018年の旅客数は2102万人で、ニュージーランドの空港で1位だった。旅客の行き先の上位は、国内線は、クライストチャーチ、ウェリントン、クイーンズタウン、国際線は、シドニー、メルボルン、ブリスベンだった。オークランド都市圏の拡大に合わせて、航空需要は伸びると予測されており、2本目の滑走路と空港ターミナルの拡張が計画されている。 現在は、離れている、国内線と、国際線ターミナルを一体化する予定である。オークランド空港国際線就航都市一覧、ホノマチと呼ばれるオークランドをイメージした、空港ターミナル寺院テ店のパーシバルガル。出発ターミナルに展示してある、中期中の航空機ニュージーランド航空のエアバス A320 から232国内線ターミナル及び、 国際線ターミナルとオークランド中心街を結ぶスカイバスが毎日24時間運行されている。所要時間は道路事情にも夜がおおむね片道約40分から60分で10分から30分間隔でダイヤが編成されている。マウントイーデン経由とドミニオン経由の2ルートで運行されている。乗車券は空港内の切符売り場、市内ではホテルやユースホステル、 スカイバスラウンジで購入できる。また、乗車時に現金払いも可能である。オンライン予約も可能である。タクシーで移動することも可能である。また、乗り合いタクシーのスーパーシャトルも利用でき、こちらは複数名での同一の工程である場合、運賃が割安となる。空港内にレンタカー会社の窓口が数多くある。ディレクションズビトウィンターミナルズ。 アイア、2022年1月8日閲覧。ニュージーランド航空が、オークランド船を就航。新関西国際空港株式会社2016年3月2日付、ニュージーランド航空、バヌアツのポートビラ空港へ、チャーター便を検討。フライティーム、2016年10月23日閲覧。ニュージーランド航空、11月に、オークランド、ニーガー線を、 解説最大集5便フライティーム2019年5月5日付、ニュージーランド航空、11月から台北、オークランド戦に就航最大集5便フライティーム2018年2月22日付、ニュージーランド航空、ニューヨーク戦を、来年10月解説ロンドン戦は撤退とらし2019年10月23日、ユナイテッドと、ニュージーランド航空、11月に、 シカゴ、オークランド船開設フライティーム2018年3月29日付け、ニュージーランド航空、ニューヨーク船を、来年10月開設ロンドン船は撤退トラシ2019年10月23日、ABA アジア X、3月からクアラルンプール、オークランド船に就航。フライティーム2016年1月14日付け、アメリカン航空、2016年6月に、 ロサンゼルス、オークランド線を開設へ、フライティーム2015年11月16日付、アメリカン航空、ニュージーランドに路線開設来年秋に、トラシ2019年10月29日付、ミレーツ、6月から、バリ経由のドバイ、オークランド線を、開設1日1便、フライチーム2018年2月20日海南航空、新線、オークランド線に就航 A330 で、 週3便の直行便フライティーム2017年1月5日付け、ジェットスター、2016年3月からオークランド、ラトロンガ線に就航。フライティーム、2016年10月23日閲覧。AB フィリピン航空、12月からマニラ、ケアンズ、オークランド線に就航週4便フライティーム2015年5月21日付け、カタール航空。 2017夏スケジュールまでに、開設する14路線を発表を。フライティーム、2016年10月23日閲覧。四川航空、6月13日から生徒、オークランド線に就航 A330 で、週3便フライティーム2017年6月19日付、治安人エアラインズファイルズプランド、ニュージーランドスケジュールフロムディセンバー2016。 ルーツアンライン2016年10月23日閲覧ユナイテッドサンフランシスコ発議テルアビブオークランド戦を開設へフライティーム2015年10月9日付けハットスカイバスありがとうございます